はい、というわけで実は前回覚えたんだけどスルーしちゃったやつをお伝えします。まずはこれあんまり使わなかったね、あなた起こし、こちらド発展、力を貯めたその後全力で振り下ろす両手武器の技じゃ。途中で攻撃を食らうと怒りで一気に力が貯まるド発展だそうです。そしてもう一個が飛翔追、貼り付けた相手に勢いをつけて体当たりするぞ。相手を吹き飛ばすことができるが技も消費する。ちょっとこれは入れておきましょうかね。はい、どうもマグマグマグロンと申します。納屋で苗を育てておりますので時々様子をご覧くだされってことなんですが、まあまだいいかな。ああ。よし、じゃあ新しい場所行ってみたいと思います。ちょっとお腹空いちゃってるけど大丈夫かな。最奥の鬼衆を倒す、敵を討伐。なんだあれ、しじみ、しじみ鬼が吐いた玉を跳ね返す。意味が何言ってるかわからないですけれども、行ってみますか。あ、行ってみ見ないです何言ってるんですか。まず前回こっちに見る手を生かしたから今度ここに交互に行こうね。金太生かすよ。あ、貝丸だったか。まあいいや、もう一回。わあ、魚が出てくる面になったみたいですね。なんか取った、あ、鮎を取りましたね、鮎を。なんだこれ、硬いな、やっぱり。もうまた次のお米を待たなきゃいけない。うわあ、なんかすごいな。今なんかここら辺なんかあったんだけど、何だったんだろう分かんねえや。まとめて倒す、これスズメとほぼ同じ動きだな。なんか飛んできてるけど、こいつか。あ、弾き返すってこれ、弾き返す。はい、どういうこと。あ、当たった。うわ、勝手、やっぱり貝だから硬い。いて。こんな感じ。なんもない。お魚さんが出てくるって感じか。うわ、当たった。あ、待って、お肉。なんかこっちになんかある。ちょっと待って。なんかある。兵将、連勝突を入手。ちょっと待って、なんか手に入れた。兵将、連勝突。ぶつけて跳ね返った敵が、地につく前にもう一度吹き飛ばして衝突させると、さらに高威力な連勝突だ。こいつが決まると気分がいいぜ。ぶつけて、跳ね返った敵が地につく前にもう一度吹き飛ばして衝突させる。どうやって。じゃあ石かなんかでってこと？連衝突か。まあでも狙ってやった方がいいのか。なんだ、鬼神獣。さっきから出てくるあれもなんかいろんな新しいもん手に入れてんだね。しじみ。しじみ汁が作れそうですな。なんかここにあるからちょっと武器変えて、これだね。
何もらえんの。鉄鉱石が楽に手に入る場所来た。もうこれは楽でいい。なんだこんな簡単に鉄鉱石手に入んのか。まあ次まで待ってもよかったんだね。よし、これでまた武器が新しくなるぞ。いてあーやべ、連続コンボになっちゃうな。叫んでば、浮かすことはできんのか。それは大したことねえやな。これも吹っ飛ぶ吹っ飛ぶ。あ、今のが連勝とつかまえ、こういうことか。手に入れた。ヤマメ。そう、あ、いけ。たまに意表ついてくる。楽に出る。あ、でも運よく当たるってわけじゃないのか。いけ。うわ、スズメと同じ戦い方。あ、あれ技使ってみる。なんとか技、飛翔追。こうするのがあれ違うな。いや、遊んでるとやばいかもしんないから、スズメと同じ倒し方。このタイミングでこいつも来るか。そういうことか。今日ちょっと厄介だな。うわ、これめんどくせえな。やっぱこれ後ろ足が厄介なんだ。ほら、あぶねえ、終わったー。結構ギリー。ポポン。これで最欲のなんとかを倒したってことになってんのかな。オッケー。ちょっとあれだね、空腹できたのは良くなかったね。え、まだ奥あるよ。新たな地域、最終地水の浜へ行けるようになった。遠くね。あ、最終なのか。これか。ちょっと遠くね。でも魚取れそう。で、あとなんかあった？敵を討伐するだからもう一日来た方がいいか。で、シジミ鬼が吐いた弾を跳ね返す。これもやれば多分また新しい場所行けるようになるかもね。オッケー。で、田植え線といかんのかな。今日は別に田植え線でもいい。あ、そうだ、なんか手に入れたから装備が変わるかも。金太は最終に出るといつも石とか鉄ばっかり拾っていくんだって言ってる。ほら、もう草張り取ってまうけんども、へへ逃げづら。見る手は食べ物、貝丸は肥料が多いかな。食べ物おじさんはまんべんなく取ってくるみてえだよ。神様、なるほど。あ、最終のヒントをくれたみたいでございます。あ、なんかちょっと装備品も新たにもらえるんでやんすね。なんかちょっと喋り方おかしいな。紫の根ってのがあれば2つ作れるのか。全部で5つ。でもこれ結局取れてないんだよな。黒ジカの毛皮、ちょっとこれはどうやって取るんだろうね。ちょっとわかんないですけどね。なるほど。じゃあ欲しいものと行く
く場所とかを考えた方がいいのか。カイマルはなんだ、動物でも連れてくるのがいいね。カイマルは動物専用、そういうこと。ああ。空っぽじゃ、ちょっとさっきから俺肥料忘れてる。いかんの。なるほどね。じゃあそういうのも考えて送った方がいいのか。じゃあみんな何回も同じ場所ばっかりにした方がいいかな、逆にな。ちょっと琥珀の量が多いけれども。今はまだ田植えしてないから、これでいいべか。あ、また必殺技との兼ね合いでちょっと肥料を上げるのを変えようかな。よし、ちょっと稲作会議をやろうと。次は何の技を覚えたい？始めるさ。電光石火と暴れゴマが香りだけなんで、また香りかじゃあまた香り覚えます。農書見つけてない、なんかまだなんか。よし、じゃあちょっと一旦カット。さあ、なんか喋るかな。それはすごい。その印刷機なる道具を使えば書物がいくらでも増やせるのか。おお、コピー機出てきちゃった。ミルテ、今まで見たこと全部本にして、故郷のベンタニア、世界に伝えたい。特にヤナトの国ヘルパーズ、大変素晴らしい。こいな楽しそうなミルテは初めてでねえかや。でもな、こいためにはいつかは麓の良さ消えらねえとだべ。ここの誰一人望んできたわけじゃねえんだし。そうであるな。カイマルに至っては麓の世のことすらも知らぬうちにこちらに来てしまったのだ。この島に閉じ込め育てるのはあまりに忍びない。雨の浮き橋が再びかかりさえすれば返せるのじゃが、あれは神々にとっても遥か昔、初代カムヒツキ様にしか扱うことができなんだ代物たち。今では幻のごとく消えたり現れたりを繰り返すのみじゃ。もうたまじ、わしの母上の元は人、つまり元の世のものであったのだろう。母上はどのように頂きの世に渡ってまいったのだ。お母上豊花様は雨の浮き橋でなく、おひい様が今お使いになられている羽衣の力で二つ世の境を越えられたそうです。なんとこの羽衣が、てっきり岩に刺したり敵を振り回すためのものとばかり。ん？それではこの羽衣は今のカムヒツキ様よりもすごいということになってしまわんか。ある面に限って申せばそうなのでございましょう。それほどまでに途方もない力を持つ者を果たしてどのように麓の世の豊花様が手にされたか。それはこの玉はおろか、お父上であるタケルビ様ですら聞き及んではおらぬのです。そうか、ともあれこの羽衣をもっと使いこなすことができれば、あるいはということじゃな。おそらくは。しかしおひい様、力とあえてして相応の報いを求めるものにございます。世の境を超えるほどの強大な力、見合うだけの何かを失う覚悟は終わりですかな。何を申すか。危ないのは嫌じゃ危ないのは嫌じゃ。では今はやはりカムヒツキ様より賜った命を果たし、お許しを得ることといたしましょう。さすれば再び橋がかかった時にいち早くお教えいただけるやもしれませぬ。ごちそうさまでございました。ごちそうさまでした。なるほど、活動再開。
ちょっとぐるっと回って何かしら出てこないかな。わさびが傷んでしまった。そうか、お魚を食べるんだったらわさびも必要ならね。お刺身なんて食べちゃったりなんかして。あ、鮎は出汁にもなるんだ。もらう油、植物油から油ができる。麹、餅、豆腐。あ、そうか、豆腐ってなんだかんだ言って食べなかったね、さっき。もう2個ぐらい作れば豆腐からなんか食べ物になるかな。ぬか漬けはいっか。じゃあ明日はじゃあちょっと出かけないで田植えやんなきゃダメか。そっか、じゃあ今度から春の1は出かけない。新しい農場を見つけましたぞ。これには稲の量を増やす育て方が記されております。量とな、稲の量を伸ばす、これすなわちおひい様の命を伸ばす育て方とも言えますじゃ。稲の量を育てるとわしが鬼どもとの戦いで倒されにくくなるわけか。それでは農商を頼りに一つやってみるかの。やってみるかの。なるほどなるほど。ちょっと忙しいの。もうちょっと春にしか取れないからね、七草はね。いっぱい取っとこう。おっと、イベント来ちゃったの。サクナ、大変です。カイマールが、カイマールが。落ち着け、ミルテ。どうした、病気でもなっちゃったか。今朝までいたケントも、ちっと目離した隙にどっか行ってしまいした。田植え物のおじさんも心当たり探すっていなくなるし、一体どうしてや。お、一応心配してるじゃない。俺たちじゃ探せるところが少ないから、神様カイマルのことどうにかして探してもらえますか。カイマル。おい、ちょっとカイマルのイベントが始まっちゃったんだけどさ、俺田植えしないといけない。これちょっと田植えしてからでもいいかな。ちょっとこれ馬からね、ちょっと田植えしたいんだけど、カイマルいなくなっちゃったんだってさ。後でいいかな。一旦カット。よし、じゃあ田植えでもするかの。あと水入れるんだった、忘れてた忘れてた。どれくらいなんだろうね、水。いつもね、水入れないで田植えしたよね、俺ね。足首まで。さくらの足をちゃんと見とく。足首まで。よし、ここ。25% ぐらいだね。待って。さあ。あとグリッド線で植えていくっていう約束だったね。400も手に持てるんだ。あ、ちょっと難しいんだよこれ。さて、こう。あ、カメラさん。ここ。この真ん中に植えてったらどれぐらいになるの？真ん中にならないんだ全然。なんか覚えた。目をと植え。苗を2本横並びに植えられるぞ。早いだけではなく細やかな技なんじゃ。こういうこと？いやー、でもどこに植えてるんじゃ。あれ、なんかちょっと全然位置が違う。予想と違うよー。うわー、全然違うよー。ここ
と斜めってる。この子をまっすぐ歩かせたいの。ここ。これで全部で今いくつ使った？50。50使った。足りっかな？足りないかな？この植え方だと。余ったの。結構いい感じで植えられたんだけど、なんかどっか置ける場じゃない？よかった。あ、まだ13もある。どっか空いてるとこある。ぐちゃぐちゃ。いやでもこれひどいな。用はあるかもしれないけど。あ、もうこんなになっちゃった。標準。これで標準なの？そう。なんかすごい密ですけど、大丈夫なんですか？でも予想がすごいね。60人になってる。またバカ内病が出てきた。あ、もう電光石火と暴れ駒は覚えられそうですね。よし、じゃあ今はあれなんだよね。根っこの方がいいんだよね、多分ね。じゃあ根っこをなんとかしよう。戦いに行ってないから琥珀がない。で、ちょっと落ち葉をなるべく多く集めに行ってる。あげるもんもねえや。適当に。え、もう増え始めたぞ。一時分け。もう早いの。もう雑草が生えてる。早いの。というわけで、あや、なんか起きた。キンタがあんなところに。ダメだ。この峠からじゃ見えねえ。あんま遠く行かれると鬼が出るぞ。あ、そういえば、貝丸探すの忘れてた。おっさんが置いていったんだ。よし、ならば匂いを辿ってみるか。新たな地域、浮き梅雨棚へ行けるようになった。水窓井の谷へ行けるようになった。え、もしかして田植えなんかしてる場合じゃなかった？あ、ごめんね。もしじゃあ犬頃連れて行くべか。浮き梅雨棚、水窓井の谷。今から行かなきゃダメ。全然行く気ないんだけれど、貝丸1日ぐらい置いといてもいいよね。そっか、先に進まないといけないんだ。そっか、まあじゃあ明日。貝丸ごめんね。よし、じゃあまずやることは何？あ、迷子の貝丸が出てきた。貝丸が消えてしまうと犬も連れずに峠を離れるとは。貝丸もバカ侍も何を考えておるんじゃ。ともあれ大事になる前に探し出さねばなるまい。あ、書いてあるね。水窓井の谷を踏破する。うん、まあ急ぐ必要あるまい。いいのか。よし、じゃあもともと狙ってたところから行きますか。なんか作るかや。
早くカリマルのやつば見つけてくれ。それとも武器こさえてから行くか。何か作るかや。鉄鉱石がないんだがや。じゃああともう一個なんかここら辺で。神様、何か作りすかや。あ、俺朝をいっぱいあげちゃってんな。朝ダメだな、あげちゃ。紫の目覚えとこう。じゃあカイマルに関してはなんかいろいろやんなきゃいけないんだけど、まあいいでしょう。ひど、これ以上派遣できません。あ、今この2人を派遣してる扱いの。なんだよなんだよ。ただカイマルはまた今度にして、このミッション目標をさっさとクリアして今日は終わりたいと思うので、これいきましょう。敵を討伐あと29、まあ1回クリアすればいいかな。シジミ鬼が入った弾を跳ね返す。よし、じゃあこれはミッションをクリアした段階で終わりにしたいと思います。じゃあ先行き、カイマルはまた今度。ごめんね、取ってなかった。ポポン、弾を跳ね返す。終わった。新たな田んぼが開墾された。なるほど、またさらにいて、またさらにね、これで収穫が増えるわけだな。おお、覚えた。これで敵討伐80終わり。いて、何も今のは覚えなかった。なんかあったー、なんだ。ちょっとがっかりしちゃった。もうこれじゃないか。はい、というわけで今回で狭間の口は終わりかな。うん、よし、じゃあ今回はこの狭間の口をクリアしたっていうところで終わりたいと思います。紫の根ってのはどれぐらい手に入った？2個しか手に入んなかったか。でもこれがいっぱいあった方が装備品が増えそうなんで、これをちょっと中心に取りたいと思います。あと朝か、朝をねだいぶね使っちゃったのは良くなかったね。それを探しておきたいと思います。今回の動画良かったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。久しぶりに滋養の腹、ここでぜひ朝をいっぱいください。朝をください。あんまりもらえなかった。よし、帰る。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。じゃあ次回はここにカイマルがいるんだったら、ま、次ここだから
カイマルはちょっとしばらくお役御免ということで申し訳ねえ。